はい、吉松です。ということで、まず今日はね、先日私がですね、 YouTube で買ったですね、あ、 YouTube じゃなかった、あの Amazon で買ったこのブルガリアンサンドバッグですか、これ、あのブルガリアンね、うん、これをねご紹介しますけど、まず冒頭でね、これがまた8キロで、まああの私のあの先輩がね、これ12キロ買ったんですよ。ほんで吉松さんいいよって言われたんで、私はちょっと12はちょっと無理だと思ったんで8キロ買ったんですよ。でまだちょっと今ちょこちょこ、まああのジムやめちゃったんでね、コツコツ使ってますけど、あのちょっと慣れてます、今は慣れている最中です。あのここ手首がギクッときたりとかね、やっぱりこの親指が痛くなったりとか、そういうこともありますんで、まあぼちぼちやってます。あのジムの方がね、まああのクラスターができたりとか、そういうことが報道されてるんでね、ちょっとこうなんていうかな、こう自粛ということで、ジムはもう退会しましたんで、3月の時点で。でまあとりあえずなまっちゃってね、体が、でまあ腰痛とかの、あとはもうお腹出ちゃってきたのでね、少しずつこれから絞ってきます。まあ、あのご飯あんまり食べ過ぎないようにして、はい、ということで、うん、今日はですね、です、私がですね、あの日頃からこの特にコロナ騒ぎがですね、言われだしたから、あの特に飲んでるのがあるので皆さんにご紹介します。それはですね、同じもんなんですけど、内容はちょっと違うかもしれないですね。これはあのドラッグストアで買ってきたやつ、ビタミン D です。うん、ここに書いてありますね、ビタミン D とね。うん、からこれはですね、山田養蜂場というあの蜂蜜の会社がですね、うちの実家がいつも買ってるんで、そこにこのカタログにこれがあったので、ビタミン D を買ってみました。これ安いですよ、370円ということで、非常に安くてですね、内容はなんか特に良さそうだったもんで、30粒1日1粒ということで飲んでます。私あの金がね、この動画でも言ってます通りですね、あの光線アレルギーって言って、あの光にあまり当たるとですね、あのアレルギー症状とか、こういうあの 手とかね、ちょっと今見えないかな、こういうちょっとあのプツプツがね、こういうところに出てきちゃうっていう、そういうなんか今症状が出てますので、こういうようなね、まあ、同じような悩みで悩んでみる人もいると思いますけど、こう光が当たるとですね、あの当たったところはもちろん赤くなるんですけど、あの違うところにこう反応が出てくるという。これが5年6年前から大変私あの悩まされてましてね、まあでもまあ最近はもうなりましたけど、あの顔にね、あの日焼け止め塗って外出ないとか、まあ、仮にいつも絶えず帽子からあのこう何、こうフード付きの薄いやつ、ニクロで買ったやつ、あれを3着ぐらい買ったんで、それを必ず羽織っていくということで、うん、そうやってやったらかなり良くなりました。はい、あのそんなに今は悩むほどでも、まあちょっと嫌だなと思う程度で済んでますけど、あのこれがね、皮膚科行ったらね、とにかくね、あれなんですわ、加齢現象って言われちゃって、まあ吉松さん、まあこれ加齢現象ですよって、加齢現象って言われちゃって、これ言われちゃうともうどうしようもないですよね、これ加齢現象だよとね、まああんた還暦超えちゃったからもうこれなんだよって、この間女医さんにそれ言われちゃって、なんかねちょっと加齢現象って言われてもどうしようもないんですけど、まあ今若さ、若返りの実現ということでね、自分に暗示かけながらやってますけど、うん、今またそういう本もね今読んでますので、また読み終わったらまたご紹介しますけど、皆さんにはね、まあ、今日はですね、まあ、あのビタミン D ということで、であの日光に当たることが少ないのでビタミン D がまあできにくいかなと思って、まず飲んでるってことがまず一つ、それからですね、どうもこれがですね、あの免疫に結構効果があるよと、ビタミン D の血中がの濃度がですね結構免疫に影響してるよということがあの言われてるので、まあ、山田養蜂場の今ですね、あのプロポリスというの、プロポリスだったかな、プロポリスとあとローヤルゼリーの錠剤も飲んでます。
で、やっぱり風邪ひかないです、全然。うん、全然ひかないですよ。体調おかしいなと思う時あるんですよ、私も。睡眠不足がついたりなんかして。ほんで、なんかこう、喉がいがっぽいなと思った時あったんで、これはこれ、もちろんこの2つ飲んで、ずっと毎食後に。からこのビタミン D をですね、朝晩、一種ずつ飲んだら、あ、もうそこでスッキリ治りましたけど、ただこれはあの人によるのでね、全然効かないような人もいると思います。あの、ね、外出れる人は、まあ、日光を浴びてそこの下で、まあ、あの熱中症にならないようにあの働くとか活動されるというのが一番いいと思います。うん、私は日光をあまり浴びたくないという自分の事情があるので、はい、まあ、それもだんだん軽くなってきましたけど、はい、で要するにですね、まあ、ビタミンの不足が大事なので、まあ、私はこういう、まあ、前回もちょっと言いましたけど、このなんかな DHC のビタミン剤もたまに飲んでます。これも昨日は2回飲みましたけど、うん、案外ね、なんかね、やっぱ自分の好みがあるので、この食品嫌いだっていうのがあるので、意外と例えばね、私で言うとあの牛乳飲むとすぐ下痢しちゃうんで、ほとんど飲まないです、牛乳というのは。まずボンと消化だけ飲むのは必ず下痢するので、でカルシウムがね、やっぱり足らなくなってくるので、ほうれん草とかそういうので補うんですけど、やっぱカルシウム不足でイラつくことがたまにあってね。でこのカルシウム剤を飲むと、これ飲んでね1週間後するとね、本当にね、脳が何これ、こう感情が平坦になるというか、目に見えてね起こらなくなるんですよ。なんかそのイラつかなくなるんですよ、自分自身にイラついたりとか、そこなくなってくるんですよ。うん、やっぱりね、こういうようなビタミン類も結構馬鹿になるんだと思います。ただあまりにも全てのものをね、こういうサプリで取るというのも私は考えものだと思うんですけど、ただ今はもう時期がこういう伝染病のね、なんか時期ですので、特に注意してね、言ってます。最近私の行ってるところのお店では、もうマスク ない人は入店禁止ってなってますし、マスクがないと、その例えばペダスと車で行くと家まで取りに行かなあかんようになってもらったりとか、部屋までね、自分の。それからなんていうの、測るんですよ、医者でも、こう頭と。大体車乗って医者に行くんで、その医者に着いた時にはかなり暑いんです。私帽子かぶってマスクして車を運転してると、ここがすごく暑くなってるんですよ。でいつもね、あ、吉丸さんこれ 37.2 度、ダメだよこれとかって。私平熱が 36.56 度なんで、まあ、朝方高い時っていうか、夏結構高い時なんかは 36.8 度ぐらいなんですよ。それは平熱なんですよ、私の場合は。でちょっと温まるとすぐ上上がっちゃうん で、まあ、冷ましてもらって、でこれ首で測ってもらったら 36.8 いいねとかって言われて、やっと医者に見てもらえるという、そういうこともありますので、最近なんかね、ちょっとこうちょっと注意しつつね、やらなくちゃダメやなと思ってる部分があります。はい、そんなこんなでですね、皆さんもね、どうぞお元気でね、はい、また次回お会いしましょう。